2023年春ドラマランキング5月最終週時点でございます。大島康之です。映画ドラマの考察やレビューをやっております。ドラマ、春ドラマですね。だいぶ佳境を迎えてきまして、ものによってはもう中盤に入ってきた、だけでなくて、もう最終回が来週ですよっていうものも、あったりするんですが、これまでですね、春ドラマを一応毎週追いかけてですね、勝手に私の中のオリコンチャートみたいなものを、作っておりまして、結構、たくさんの人に参考にしていただいているので、一応、やってますけれども、これは別に絶対的なものとか何か基準が、明確にあるというわけではなくて、私のこう、あくまでですね、個人的な、気分と感想なので、皆さんも、参考にしていただければと思います。お前見逃してるぞ、これ全然これ言及しないじゃないかっていうドラマがもしあったらね、それもコメント欄で書いてほしいですし、私と意見が違っても、ぜひコメント欄にね、何見てますっていう話を、していただけると非常に嬉しいです。で、まあ、結構ね、佳境を迎えてきまして、まあ、っていうものはもう見るのはちょっとしんどくなってきてしまうけれども、ここに来て面白くなるものもあったりしてね、なかなか、目が離せないという感じなんですけれども、フジテレビ秘境、週刊フジテレビ秘境という番組で、マイクールですね、各クールのドラマ辛口砲弾というのをですね、2週にわたって、やっていまして、それに僕は、去年の夏クールからかな出てるんですけれども、それが地上波放送されて、もう前編の方は配信終了、FOD で課金すれば見れるのかな、無料で、TVer と FOD で、今見られるのは後半の方なんですけれども、それぞれの推しドラマの話プラス、推し俳優という、話をしていまして、主演以外の中でハマり役の人を、勝手に語ろうというものなんですけれども、そこで私は、だが情熱はあれでオードリー春日さん役をやっている戸塚純喜さんについて、熱く語っておりますので、興味ある方はぜひそちらもご覧ください。では早速勝手なベスト10をやっていきたいと思います。第10位バイバイマイフレンドでございます。これなんじゃこりゃと、知らない方が多いかもしれないですけれども、2023年5月10日から、始まりまして、フジテレビの火曜アクションというですね、比較的新しい、深夜枠で放送されているドラマで、おそらくオリジナル脚本なのかな、辻文学さんが、エンディングテーマをやっていたりとかしてですね、結構なんかね、サブカル集っていうとちょっと言葉は悪いですけれども、なんかメジャーなドラマ集っていうよりかは単館系のミニシアター系の映画みたいな、そういうテイストの作品になっておりまして、まあ高校時代から、大人になってから20代半ばになってからの社会人生活っていうのを、女子3人かな、主人公3人を中心に描いていくんですけれども、まあすごい流行りですよね、シスターフッドもの、いわゆる非常に流行りという、感じなんですけれども、出てるメンバーがね、森田美里さんとか、萩原みのりさんとか、そういうメンツも結構映画っぽいなっていう感じで、深夜にねたまたまやってるのを、パッとつけて、あこれなんだと思って遡って見てしまったと。で設定としてはね、あちょっとその設定って最近見たなみたいな、バラシもね、あったりするんですけれども、何よりねやっぱ主演の森田美里さんが、森田美里さんって説明なしで誰かわかりますか皆さん。一番バーンと売れたですねきっかけとなった作品っていうのは、全裸監督ですね、ネットフリックスの全裸監督で黒木香織さんの、役、名前は変わっていたんですけれども、いわゆるヒロインというか、村西徹監督のミューズとなる役をですね、非常にこうエキセントリックかつ、魅力的に演じていたことで、一躍有名になりましたけれども、その後探すとかね、映画探すにも、出ていましたし、ただね今回はね全然イケてない女子の、役をやっていまして、これ誰なんだろうってずっと思って見てたんですよね。で今の時点では3話まで放送されてると思うんですけれども、新人の人だと勝手に思ってたんですよ。深夜枠で演技派の、女優さんを育てるために抜擢してるっていう、ことなんだと思っていたら、いやなんか森田美里さんだとは思わなかったわと、思って調べてびっくりしたという感じでしたので、そのあたりのですね、演技派、ドラマではあんまり見ないなっていうメンバーの演技派に興味がある方はですね、ぜひ見ていただければと思います。来週最終回でございます。そして第9位。ペンディングトレインでございます。すいません、これね今年一番面白いって言ってる人も結構いるし、コメント欄とかではなんでペンディングトレインの話しないんですかっていう、声も結構あったんですけれども、すいません、ちょっとね僕はめっちゃ乗れるかっていうと、まあ毎週一応見てるかなみたいな、感じでした。で先週はねあんま見てなくて、間宮祥太朗さんがね今週、サプライズキャストとして、終盤に登場したというのをですねネットニュースで見まして、で慌てて2週分追いかけてキャッチアップしたという、感じなんですけれども、まあ、僕のまあ、ちょっとね物足りない部分としては、漂流教室みたいなそのサバイバルものドラゴンヘッドとか、当然こんぐらい残酷な、ことになるだろうということをですね、現実の社会とは隔絶されたですね、ところに、人間の集団
団が置かれるという、まあ、いわゆるジャンルものだと思うんですけれども、にしちゃ、あまりにこう、綺麗すぎるというか、で、起こる事件もちっちゃすぎるというか、まあ、実際にね、こう、本当にこういうことがあったらって考えると、ガンガン人が死んだりとかしないとおかしいというかですね、なんかそこがちょっと物足りないと、同じジャンルの先行作品に対して、どこがストロングポイントなのか正直あんまりわからんと。いう気持ちで前半を見ていたんですけれども、なんかだんだん、あ、これはまあちょっとジュブナイルものというか、これみんなを少年として見ればいいんじゃないかなというふうに思ってきて、なんとなく見られるようになりましたね。例えば15少年漂流記とかって、同じような設定ですけれども、少年たちが殺し合ったりとかはしないで、お互いにこう支え合って成長していくというですね、少年文学なので、そういったものだというふうに考えると、まあまあまあ、山田裕貴さんがこうなんかツンデレキャラみたいな感じでみんなにいじられているっていうのも、なんかその変わり目早すぎないかなとか思うし、なんか基本みんないいやつなんだよなっていうところが、なんかそれだったらこの設定じゃないんじゃないかなとかはまあちょっと思ってしまう。説明のカットがですね、漫画というかイラストみたいな風になっていて、この企画をやるにしては予算がじゃあ、そもそも本当に全然足りなくないですかっていう、感じがしてしまう。そこを、いかにこう間接的な、実写映像の演出で見せるかっていうところも、まあ手腕の見せどころなんじゃないのとかは思いましたけどね。間宮祥太朗さんが出てきたことによって、ジャンルがですね、ぐんとこう SF 寄りになるというか、後半、ガラリと空気が変わるような感じもしたので、あんまり楽しめてなかった僕みたいな人でも、こっから、楽しめる可能性はあるのかなというふうに思いましたので、ランキングに入れてみました。そして第8位、教場ゼロ風間公親でございます。ここまで割と多くの人が言っていたそのミステリーとしてチープだとかトリックがさすがに実写としてはきついみたいなことを僕はあんまピンときてなかったんですけれども、まあ、今回ちょっとそれは思ってしまったかなと、でまあ風間がね、淡々とですね、眼帯をしながら、今までとなんかあんま変わんない感じで指導をしてるっていうところも、なんか、鬼教官になったことのエピソード0のはずなんだけど、最初からそうだったよねっていうところが、その怪我してからも僕にはあんまりこう変化の描写がまだあるように見えてなくて、まあそこは、どういう風に描かれるんだろうっていうのはまあ気になるんですけれども、まあ今回のことっていうのは、まあその自殺に見せかけたまあトリックですよね。で、最初に見た段階でもうこれは、そういうことだろうなと思うし、まああとね、その目の前で首吊り自殺をした人を、まあ体重を支えようとして下から、支えて自殺を防ごうとすると思うんですけど、慌てて自分のスマホを取りに行って部屋から出てしまうと。で、女性一人をその部屋に残して、いやいや、彼の命まだ助かる可能性あるのに、警察なのか、救急かなに電話してっていうので、いやいや、それ少なくとも15分とかはかかるよね。その間にさすがに死んでしまうよねっていう、なんか、その目の前で撮った第一発見者の行動があまりにも理不尽というか、その計画ありきの行動で、その計画が別に破綻もしてないですしねっていうところが、こんな行動を取る第一発見者本当にいるかなっていう。で、その加害者側が、犯人側がそういう想定で犯行をするのは別にいいんですけど、それが破綻すればいいと思うんですけど、なんかそれでその上でうまくいくってなんか登場人物バカすぎるなっていうことを僕は、今回ですね、非常に直接的にその人命に関わるところだったので、目の前で自殺、首吊ってる人がいるのを見て、部屋から出てっちゃう人って超奇人変人だと思うんですよ。で、その人が奇人変人であるという、こと、もしくは、そういう完全な気候を取る理由っていうのを描かないと、そもそも話として成立してないっていうか、たまたま変な計画を立てたまたま成功したっていう話ですよねっていう、なんかすごい違和感があって、あ、みんなが言ってたのはこういうことかというのはちょっと、思いましたが、別に面白いんで引き続き見続けますという感じです。すいません、なんかちょっと嫌なこと言うことが、増えてきてしまいましたけれども、まあドラマのね終盤に来るとまあそんなもんですよね。最終的に完璧だったっていうドラマって、そのクールごとに、それぞれの人にとってまあ3本とかだと思うんで、すいません、ベスト10を作ろうとするとちょっとこうなりますというのはご了承ください。ただ10に入ってる時点で見続けてはいるからね、楽しんではいますよ。そして第7位、ラストマン全盲の捜査官第5話でございます。インフルエンサー殺人事件という、感じでね、これは題材としては非常に面白かったですし、犯人が分かった後にもう1トリックあるっていうのはですね、まあなんとなくそんなようなことだろうなという気もしなくもないけれども、あ、なるほど、
そういうことだったのかっていう、そのですね、ちっちゃい女の子と、福山雅治さんのこう交流が生まれるっていうところで、その代理人としてついていた、ハリサンボンの近藤春菜さん、なんか、肝っ玉母ちゃんみたいな、役が昔はそのドラマとか演技仕事がある時には多かったイメージがあるんですけど、最近、なんかインテリの役が多いですよね。なんかスッキリ以降のイメージなのかな。っていう、あの人がついてるっていうことはこういうことだったのかっていうのが、あ、そっか、そこは分かったよなっていう、ちょっと悔しさみたいなのもありつつ、結構痛快でしたね。で、まぁ、ちょっとね、気になったところとしては、説教が多いというか、その、なんでそんなこと言うんだよ、うるせえな、みたいなセリフが、言う人がちょっと多いなと今回、特に思いました。料理系インフルエンサーの、熾烈なバトルロワイヤルの話なんですけれど、今回は、大泉洋さんが、そのとある料理インフルエンサーに対して、まぁ、美味しかったですけど、あなたの料理は、毎日食べたいとは思いませんでした。とか言って、いや、それさ、なんか、古畑みたいな、すごい変わった人とかが言うなら、まあわかるけど、なんか一人の刑事が言うこととしてはさ、明らかに越権行為というかさ、なんか調子乗ってる感じがしませんか？警官がいっぱい出てくる中で、そういう人が一人変なやつが、しゃしゃって、犯人とか被害者に対して、過剰なコミュニケーションを取る人が、劇中に一人だったらいいと思うんですけれども、あろうことかですね、今回、その後の大泉さんの行動はすごい良かったですね。残されたですね、料理を、食べ始めると。で、食べ物に罪はないからな、っていうところは、おお、なるほどっていうちょっと感動があったんですけど、その後に、吉田羊さんですね、大泉羊さんの元妻という設定なんですけれども、それで、実のお父さんの料理は毎日食べたいと思ったの？っていう、なんかかましみたいな質問をして、そんなこと聞くかっていう、その、なんかみんなうるせえな、みたいな、感じですね。で、あろうことかですよ。その後に、さらに後に福山さんとその娘さんの交流のところでも、なんか、あなたは、お母さんがどこかで見てくれていると思っていたんではないですか？とかいう、その、なんか神父様みたいな、なんか和尚さんみたいな、その道を解くみたいなことを、女の子にやるんだけど、いやいや、三人連続でうるせえな、みたいな。なんか全員誰かに説教してるな、みたいな、感じで、僕はね、福山さんの娘さんに対してやるやつだけでよかったんじゃないかなと。まあ、ルパン三世カリオストロの城で、最後に銭形が、奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心ですって言うじゃないですか。僕も、あれも、ちょっとうるせえと思ってるんですよ。そんなこと言わないでしょっていうか、普通に嫌じゃないってちょっと思っちゃうところがあるんだけど、あれは、なんかあの世界の中で一人だけ言ってるから、一人だけ臭いこと言ってるからいいんだけど、なんかそんなにこうメインの大人が三連チャンで臭いこと、でしかも、なんていうのかな、こう道を解くような、越権的なことを言うっていうのは、まあ日曜劇場の味なのかなとかは思いますけど、黒岩さんの脚本ではあんまりいらないんじゃないかなとかもまあ気になる。が、今回のなんかトリックというか、全体の謎の話は、とても面白かったです。そして最後にですね、福山さんが、お母さんを、回想してですね、ピアノを片手で弾いてると。で、お母さんが相武咲さんなんですよね。それはまあ結構びっくりしたんですけれども、空想の中で連弾してる、音になって、つまりピアノの音がダブルになるんですよね。で、そこから夢から覚めた時に現実に戻ってきた時に、音が一個に戻るっていうところが、非常に切なくて、いや、これだよって。これを待ってるんだよ。その言葉で、ああだこうだ説教とかをするんじゃなくて、その映像とか音とかで見せるのを待ってるんですけどね、みたいな。で、あとそのトリックとして、そのあの人には、いくら映える料理を作っても見えませんから、味の本質を見てるんですよっていう、ことで、もう十分こう説教っぽいトリックというか、日曜劇場っていうのはやっぱこう説明方で、あるものなんだなっていうことを日曜劇場を久々にちゃんと見てる、僕が思ってるだけかもしれないです。もうなんかこれはクレームだと思ってください。でも見てます。楽しいです。はい。そして、第6位。日曜の夜ぐらいは第4話でございます。これもね、どんなドラマになるのか、もうつかめないので、毎週見ていくしかないなっていう。まあ、3人のこう友情というものへのこう恐れというか、の理由というか過去への、トラウマみたいなものが明らかになった回でしたね。そこが紐解かれていったと。で、そこもすごいわかりますよね。で、まあ、なんか辛いなとは、思うけれども、まあ、現在のこととして描かれてるわけではないので、まあ、見てられるかなっていう感じ。でも、僕は第1話が始まった時に、これがなんか、おちゃらけすぎてもないし、まあ、なんか真剣すぎてもない、こう、適温の、ドラマだという話をしたんですけれども、まあ、よりはやっぱちょっと、
としんどい方に来てるかなと、ちょっとリアルな方に来てるかなという感じはするよね。徐々に徐々に、気づいたらちょっとしんどい話になってると。で、前回の、動画のコメント欄で、坂本雄二さんが日テレでやっていたあのねという、ドラマに、ちょっと似てますよねと。で、あれは広瀬すずさんがですね、非常にこう結構不幸な境遇の女の子をやるという、暗すぎて、数字が悪かったっていう、感じなんですけれども、それにちょっと近いようなテイストもありますよね。で、僕は3人の、主人公の、まあ、過去の、友情トラウマ話の中で、岸井ゆきのさんが演じる、まあ、健太さんの、まあ、疎外感みたいなのすごいよく分かって、それはちょっと胸が結構苦しくなりましたね。僕は、割とですね、みんなが、携帯電話を中学生とかでももう持ち始めるみたいな過渡期の、時代に中学生をやっていたんですけれども、その時に自分だけ携帯を持ってないとかね、自分の持ってる携帯だけ縛りがきついから、おしゃべりみたいなメールとかできないみたいな、感じで、なんかクラスの話題に、一夜明けると、めっちゃ乗り遅れてるみたいなことがね、多々ありまして、それをすごい思い出したね。で、それ以降もなんか、どのコミュニティに属してもね、誰々と誰々が付き合ってるみたいな、話とかが僕には入ってこないんですよ。なぜかね、今もそうなんですけど、なんか最終的に、結婚したりとか、なんか別れたみたいな、なった時に、あれ誰々と誰々付き合ってたじゃんみたいな、なんか常識としてそこでシェアされてるんだけど、いや、それどこで話してたの?みたいな疎外感があって、それはね、結構ね、思い出しました。うん。なんかそういうところはありますよね。で、あと、まあ、親の人たちのね、魑魅魍魎も見どころなんですけれども、やっぱり前回の矢田亜希子さんが演じる、めるるさんのお母さんの毒親っていうのは、まあ、ちょっと変だねっていう話はしたんですけれども、あれはお金さすがに全額取られないようにめるるさんがなんかしてんじゃないかなと、いうふうにまあ予想したのは、まあ、僕は当たってましたね。なんかそういうなんか、そういうなんか単純なことっていうのは、このドラマには、あんまりないようにこれからしていくんじゃないかなとは思います。宝くじが当たっちゃったりとか、岡山茜おまりさんが、いろんなところに出てきたりとか、そういう偶然はめっちゃあるけれども、こっから先はあんまりないかもねっていう、いい偶然が第3話、第2話にめっちゃ詰め込まれていただけで、ここから先はだってさ、それでカフェをやるって言ったって2000何百万って、なんかカフェをオープンして失敗するにちょうどいい金額というか、頓挫してしまうにちょうどいい金額みたいな、気もしますので、カフェ経営とかね、まずは最初は全然うまくいかないんだろうなと、思いますし、そこは結構辛いシーンがもしかしたらあるのかなと思いますよね。そうで、親たちで男親がね、どんどんこうひどい、感じになってきましたね。尾身俊則さんってああいう俳優さんですか？僕の中のイメージはなんか割とあまちゃんとかのあのお父さんとかのイメージが、結構強いし、なんか割とポーっとしてるお父さんっていう役の、おじさんとかお父さんっていうイメージが強いので、あ、なんかあんなにああ言えばこう言うで、自分のためだけに理論武装してるやつみたいな、尾身さんのキャラクターを僕は意外とあんま見たことなくて、すごい嫌でした。そして第5位、あなたがしてくれなくてもでございます。第7話ということで、これもだいぶもう終盤に来てしまいましたけれども、昼顔とかのイメージが僕は、こう重ねてしまうところがやっぱあるんですけれども、スタッフもね結構近い人たちが集まってるということなんだけれども、昼顔とかに比べたら全然悪いことしてないじゃないですか、みんな。まあ、永山瑛太さんは、りょうちゃんは割と、やっちゃってますけれども、後の人たちはなんかドロドロの不倫ドラマとかに、比べると、いや、まだまだ全然ほぼ未遂ですみたいな、状態なのに深刻っていう、ところが、さっきのね日曜の夜ぐらいはの時も、言ったけど、なんか周りからしたらそんな大したことじゃないけれども、本人たちからしたらすごいシリアスな話っていう、客観的事実としては、大したことじゃないことを、主観的に大きく描くっていうこと、が非常に大事だと思うんですけれども、それを徹底してやってますね。だからガンちゃんがその浮気してるっていうことが体の関係だけなんだとしたら、田中みな実さんは許してたと思うんですけれども、まあ、心の支えになってるんだよみたいなことをですね、彼が言って開き直ったと。で、彼からしたら、まあ、心の関係だから、体ではないということを言いたかったんだけど、そっちからしたら、むしろですね、そっちの方が悪いよっていう、ことですよね。なんかそういう機微とかは非常にこう、よくわかるし、わかる部分が大げさになる分にはですね、全然誇張として、ついていけるなと思いますね。で、あの音楽ですね、エンディングと挿入歌の、そのイントロが流れた途端にですね、あ、なんかやばいこと起こるかもっていう緊張感が、なんかストリングその音ですね、うまく、なんか口で言えないけど、デンデンデ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 デンっていう、やつがかかるとグッと、ボルテージが上がる感じっていうのが、毎回あってですね、これはあの後の時代の人たちが一気見しても結構面白いんじゃないかなと思いますね。で、このあなたがしてくれなくても、僕原作の漫画の方をまだ読んでなかったんですけれども、ちょっと読み始めてみて、割とドラマにするときに
ちょっとね、その不倫とか出会いとかこっそり密会してしまうことっていうのが、しょうがなくなるように、ちょっとだけ改変されてるなみたいな、部分があって、完全な漫画再現じゃないんだよなっていうところが、面白くてですね、そういうの比較してみるのも、面白いなと思います。で、今回やっぱりね、予告ですよね。予告がね、無音楽、無セリフ、カフェなのかなこれ、何なんだろう、すごいゴージャスな、応接間みたいなところで二人で座っていて、で、田中みな実さんがね、こうソファーにこうふんぞり返ってるんですよね。で、奈緒さんは、ちょっとね、90度より前のめりにちょっと傾いてるみたいな、感じで、もう対照的にですね、こういう感じで座ってるんですよ。逆か、こうか。で、奈緒さんの涙がこう流れるところで終わるっていう、恐怖映像なんですけれども、やりますね。こういうことよくやるなっていう。SNS の方で流れてる予告では、ちょっとだけ違うカットが、使われちゃっていてですね、その角度が、田中みな実さんも、ソファーの背もたれから背中離しちゃってる状態になっちゃってるんですけどもね、この田中みな実さんがふんぞり返ってるカットっていうのが、めっちゃいいなと思いました。あなたがしてくれなくても最後まで見ると思います。そして第4位は、かしましめしでございます。これは来週早くも最終回と、世間の評価に対して僕がかなり推していたという、この差で言うと多分今期1位なのかなという感じでございますけれども、まあお好み焼きを食べたりとかね、冷しゃぶみたいなの食べたりとか、グラタン食べたりとか、炊き込みご飯食べたりとか、あの飯数もだんだん増えてきてるし、その1回に食べる人数もですね、どんどん増えてきてると、今回5人ですね、最小3人で食卓を囲んでいたんだけれども、最大の5人で食卓を囲んでいた。というあのこたつのところがもうちょっとギチギチになって、いましたけれどもね、でエイジ君という男性のキャラクターが、エイタロウというですね片思いの相手に告白するんですけど、まあなんか振られたっていうくだりもなく、翌日すがすがしくまあ鮭を焼いてるという描写が、ありまして、なんかそういうところも足し算引き算の感覚がすごい面白いなと、思います。食べ物を全然手を抜かないまあテレ東の王道、グルメ枠なんですけれども、にしては個々人のプライベートというかパーソナリティをすごくしっかり描いていくなというところは、最後まで変わんないんじゃないかなと。ぜひですね、なんかシーズン2とかも、やってほしいなと思いますので、これは僕引き続き布教していきたいと思います。そして第3位、だが情熱はあるでございます。M1 グランプリに、ついにですね、南海キャンディーズが、決勝進出しまして、前の年に準決勝にもう行ってるんだよね。で、そこの部分は、多分省かれていたと思うんですけれども、劇場では人気があるのに、まあ、具体的な結果をですね、出していないから、テレビとかでこう押すわけには、いかないという、まあ、なんか理不尽な状況がありまして、そこにマネージャーの、なんか高山さんという名前だったんですけど、あれ本物は片山さんという人なんですけれども、今ですね、イベント制作会社、をやっていて、まあ、バカリズムさんの単独とか、山里さんの、ソロのトークライブとか、あとさらばさんとかのもやってたかな、なんかそういう、人気芸人さんたちのライブをですね、こう一手に引き受けている元吉本のマネージャーの方なんですけれども、がですね、とりあえず決勝に行ってくださいということを二人に言うというですね、こう非常に史実に忠実な、感じでやっていまして、で M1 の、決勝のシーンがですね、実際に今ね、サブスクで配信されていたりする、南海キャンディーズの M1 の動画実際に見れますからね、だからパソコンとかで2画面で比べてみることがまあできるというですね、非常に面白い時代ですけれども、再現度がとんでもないと。 YouTube でもね、そのフル尺の4分のバージョンっていうのが、出ていますから、それもですね見てない方はぜひ見てほしいんですけれども、いやとにかくすごいですよね。で僕はあの以前からこれ M1 がこれ豪華なセットとかが必要になってくるから、もしかしたら直接的なシーンとしては描かれないかもなみたいなことを確か言ってきてたと思うんですけれども、当時の M1 って今みたいなゴテゴテのデザインじゃなくて割とシンプルだったから、あ、そっか、舞台をデザイン設計して立て込むこと自体はそんなめっちゃ難しくはないのかっていうのが、あ、そっかそっかっていう感じでした。そして客席とか審査員とか MC とかも映さないで、ネタをこうフォーカスするっていう方向で、やりきれば、とにかくですね、森本慎太郎さんと、富田美優さんがすごければそれで結構できるっていう、そこはもうあの俳優の、力が、二人の力がなかったら、とんでもない、見てられないシーンになっちゃうわけじゃないですか。ほとんどカットも終わらずにですね、ずっと、ちゃんとネタ番組そのものよように見せているというですね、俳優の力を信じ切った、演出プランというですね、というところがね非常に見どころでしたね。でその南海キャンディーズは非常に軌道に乗っていく一方で、オードリーはまだ、乗っていないというところ、だから僕が以前から言っている通り、青春ものとして始まったんだけれども、片方の人生はすでにお仕事ものになっていると。でもう片方の人生はまだ青春の中でもがいているという状況ですよねっていう、こう過渡期のところに来ている、わけですけれども、普遍的な物語だな意外とっていう、感じですね。もう再現度とかもなんかもうボヘミアンラプソディとか
やってんじゃないんだからさっていう、ぐらいの。で、僕はあのフジテレビ視聴で戸塚純喜さんの、ことをコンクールの中で一番ハマり役の俳優だという推し方をしたんですけれども、まあそれも、あの、詳しく見てほしいんですけれども、今回もね、春日さんの春日性っていうのをですね、こう示唆するエピソードがたくさん出てきましたよね。こう、とにかく受動的だと、受け待ちの人間で、若林さんが主導しないと辞めるっていうことすら、させてくれないっていう、どっしりと構えているっていうのが、まあ売れてからはですね、こういい方に転んで、いじり方もこういろんな人が、上からですね引っ張り上げてくれるんだけれども、光を当ててくれるんだけれども、自分たちをとにかくセルフプロデュースして人に目に見えるところまで押し上げるっていう段階においては、やっぱりこう重りのように感じるっていう、若林さんから見た時のリアリティみたいな、ものも戸塚純喜さんが一気に一手に背負っていてですね、非常に素晴らしいなと、ずっと思っております。うん。で、これはあの本当視聴熱で言うと今期、トップだと思いますね。 SNS 上とかの、感じも見ていても、そのジャニーズファン、お笑いファン、がこう一体となって盛り上がっているっていう感覚がですね、他のドラマの追随を許さない熱量っていうのを感じるんですよ。それはもう日テレさんがこうもう狙った通りなのかなっていう、感じがしまして、でこれはもうずっと永久に Hulu に格納されるわけですよ。で、 Hulu で、例えば M1 グランプリの動画とかをですね、別のまあ Netflix とか、アマプラとかで見ていて、あ、そういえばそのお笑いのコンテンツちょっとずっと見てて見飽きちゃったなってなった時に、そのまあその隣にあるというか、サブジャンルですね、足りない二人を見てその次に見てもいいし、 M1 の動画を見てて、あ、そういえばあ、だが情熱はあるってやつ面白いらしいけど見てなかったなってなってもいいということで、その普通にこうエンタメを摂取して生活してる間にこのドラマを思い出すきっかけがすごいあるんですよね。だから山里さん見てて、朝の番組見てて、あ、だが情熱はあるってやつ見ようかなって、ふとなる人もいたりするし、オードリーさんのオールナイトニッポンとか、南海キャンディーズ、山里さんの、不毛な議論聞いてて、あ、そういえばあのドラマ見たくなってきたなーみたいな感じで遅れて見る人もいくらでもいると。で、過去から現在までの話をしてるから、時代遅れになることっていうのは、その二人が活躍している限りないわけですよね。っていう、あの、IP 戦略としてもね、非常にこう、したたかというか、一個のモデルケースが出来上がったんじゃないかなと、思いますね。はい。なので、こう、なんか、内輪の話だし、こう、お笑い好きじゃない人、ジャニーズ好きじゃない人からしたら、どうやって見るんだよっていう話でもあると思うんだけれども、でも、お笑い好きな人が減るってことは多分ないし、高橋海人さんと森本慎太郎さんが、これから活躍しなくなるってことも多分ないし、っていうことは、やっぱり、この、キャストとか、このモデルとなった人たちっていうのが、生きていって活躍していくだけでこのドラマの宣伝になっちゃうっていう、ことですよね。だから遡ってサブスクで見られる可能性がめちゃくちゃ高い、今後も高いドラマですよね。そういうところもね、あ、ふむふむと思いながら、見ております。これも最後までもちろん見ます。そして第2位、波を聞いてくれかな。うん。今回は、オープニングがですね、スクールオブロックの初代教頭の八代さん、つまりマンボウ八代さんでしたね、がやっていましたけれども、ラジオパーソナリティを、急に任された、ミナレというですね、キャラクター、が、奮闘するというですね、小芝風花さん主人公の、まあ、ラジオを、舞台にしたドラマですけれども、ドラマでしかできないことをやっているなという感じがしますね。で、原作漫画だし、アニメ化もされているんだけれども、これが地上波の実写ドラマになっているっていうことの意味を、一番感じる回でしたね。で、まあ、テーマとしては今回は、あの、ちょっとラストマンと被ってますけれども、まあ、インフルエンサー、ネットで有名人になった人たちの、まあ、モラルというか、その炎上みたいな、ことがテーマになっているので、そこはちょっと、まあ、いろんなドラマでそういうの扱われてるから被りやすいなとかは、まあ、思う、反面ですね。あ、で、そこの炎上というものに対するですね、理解度というか解像度がめっちゃ高くて、ネットで有名人になった人に対する偏見とかそういうレベルのことじゃなくて、その際にどうやって謝罪するのが適切なのかっていう、ことまですごく細かく描かれていて、そこすごい良かったなと、思いますが、もうそこじゃないですね。そこよりも、小芝風花さん VS 平野綾さんのですね、超絶滑舌バトルというところが、中盤ですね、今回のメインの事件より、手前の中盤のところにありまして、そこがね、とんでもないことになってましたね。マシンガントークの喉からじゃなくて、腹式で声を出していて、かつ一回も噛まないというのをバーッとやり取りしていまして、もうほぼリーガルハイじゃんみたいな、坂井正人さんの、コミカドが二人いるみたいな、感じですよ。っていうのはさ、やっぱり
生身の人間が滑舌でこう喋っているっていうことって、ほぼアクションみたいなことじゃないですか。で、僕はなんかフジテレビ批評で、ちょっとね、まあ冗談でそのトム・クルーズの体張ってる演技とかとまあ同じようなことですよって言ったんですけど、そのまあ漫画だったらこう文字でバーって書いて熱量を伝えるってのできるし、まあアニメだったらこう絵が動いているところに、声優さんがですね、ちょっと小刻みにカットしながら、セリフを言うっていうこともまあ可能だと思うんですけれども、実写だとやっぱある程度はまとまってバーって話してるところを撮らないとやっぱ不自然になってしまうから、実写の生身の人間がすごい早口で二人で喋ってるっていうだけで、スリリングだし、生身の人間の俳優としてのこう存在意義があるんだなーっていうことをですね、もともと波を聞いてくれというドラマにはそこが僕は面白いと思って見ていたんですけれども、今回は特にという感じでした。で、平野綾さんがね、せっかく、素敵な声で、最近もう貫禄もちょっと出てきてですね、まあ、僕が、ピカルの定理とかで見てた頃の、こう、若手のアイドル的声優みたいな、感じのイメージ、僕はすいません、あんま詳しくないので、アイドルみたいな感じでもある声優っていう、世界の第一人者ってイメージだったんですけども、重鎮パーソナリティの雰囲気がもう最初から出てたので、あ、この人あんま出てこないのちょっともったいないなぐらいに思っていたんですけど、そこがバチバチに戦ってくれるというですね、すごいシーンがありまして、なんかね、別に良くないことですけど、そこだけ切り抜かれてネットでバズったりとか、するんじゃないかな、これからみたいな、感じですね。で、この波を聞いてくれというドラマも、さっきのだが情熱はあると一緒で、今後、小芝風花さんがバリバリ活躍して、それからラジオっていう、まあ、文化がですね、これからも、どんどんみんなの生活の中にこう見直されていって、っていう時に、あ、こういうドラマがあるんだっていう、こう入り口が、いっぱい仕掛けられているタイプのドラマだと思うんですよね。なので、これも、サブスクとかでですね、後から名作ドラマとして見られる、タイプのドラマだなというふうに思います。小芝風花さんのキャリアの、転換点というか、活期として、よく語られることになるでしょうね。で、僕はバカの一つ覚えみたいに、ドラマとか映画とかを評価するときに、歴史に残るっていう言い方を割と安易にしがちだと思うんですけど、波を聞いてくれば小芝風花さんが活躍する限り、そういった意味で確実に歴史に残るだろうなと、思います。そして第1位は、これタイトルが長いんですけれども、初めてのカードでございます。NHKBS プレミアムの家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったでございます。すいません、禁止カードだし、僕は BS だから、まあやんなくていいかなとか思っちゃっていたんですけれども、ちょっと素晴らしかったんで入れてしまいました。うん。で、まあ、見てる人は、これがですね、今期ナンバーワンだっていう人ももうすでにいるかもしれない。まだね、2話までしか放送されなくて、全10話なんで、まだまだ全然あるんですけれども、ちょっとね、やっぱ他のドラマと一線を画してるっていうか、やっぱ NHK ドラマの本気って強いなということを当たり前なんですけれども、まあ、つくづく、思ってしまいますね。で、原作者がですね、岸田奈美さんという、まあ、今出版界で一番注目されていると言ってもいいですね。まあ、エッセイストでもあり、まあ、作家さんでもあるという、まあ、文筆家の方ですよね。が、ご自身の家族について、書いたエッセイ、同名タイトルですね、を元にした、作品ですね。で、ご家族は、お父さんがですね、若くして亡くなられていて、で、お母さんは下半身が、動かなくなってしまったので車椅子生活であると。で、弟さんがダウン症でお一人で行動させるにはちょっと心配なところがあって、どうしてもこう見守るためについていってしまうという。傍から見たらその家族の中でトラブルというか大変なことが多そうだなっていう風に見える家族ですよね。の中にはでも、こういうですね、かわいそうとか大変とか、そういうことではくくれないようないろいろがあるんですよというホームドラマの、ニュースタンダードを作ろうとしているという、感じですね。なのでこうかわいそうな話とか辛い話とか苦しい話とか、っていうよりは、結局明るい部分も、あったりとか、その明るさと、まあ、大変なんだよねっていう感じが、同居している。でもそれって僕らの人生も全部当たり前に、そうじゃないですかっていう感覚が、なんかその感情の部分とか、見た時の感想を勝手にこう強調しないようになっている作りみたいな、のがですね、非常にこう今の、トレンドで最先端だなという、感じがしますね。で、脚本演出がですね、大久保明子さんという、勝手に震えてろとかをやられた方で、音楽高野正樹さんという方で、大久保明子監督の私を食い止めてに参加されている、音楽家の方なので、まあ大久さんチームみたいな感じでやってるんじゃないかなと思います。で、まあ大久さんはね、ドラマもやる人なんですけれども、やっぱり映画監督のその代表作が、やっぱり印象的で、勝手に震えてろとか、私を食い止めてとかの、その女性を中心にして、まあ生きづらさとか、それに向けてどうやって生きていくのかっていう話を、まあ繊細かつエネルギッシュに描いているっていう、ところが持ち味の人だと思うんですけれども、それをですね、対象を、まあ個人
にしてましたよね。例えば勝手に震えてるだったら松岡茉優さんが演じる主人公、私を食い止めるだったらノンさんが演じる主人公っていう、まあ個人の話だったと思うんですけど、それをこうグッとですね、家族という単位に拡大してみたという、トライというか、成長というかネクストステージなのかなという、感じがですね、非常に、分かりやすいなと思います。河合由美さんもう出ずっぱりですねが、岸田奈美さんの、まあ、役と思われるような、主人公の役をやっていまして、友達がですね、福地桃子さんがやっています。親御さんがね、マルチをやられていて、水をですね、友達の親の家庭に売りつけようと、してですね、もう悪評が立ってしまっていると。で、陰でマルチって呼ばれてるんだけれども、主人公の河合由美さんが演じる、岸本七海だけ、本人に対してあだ名としてマルチって呼んでるみたいなね、そういうなんかうふって笑っちゃうような、まあ、下りみたいなのがこうちゃんと仕込まれていて、それがこうグルーブしていくと、堆積していくと、ドカンと大きな笑いになったりするっていうのをこう銃がかけてですね、いろんなところに仕掛けてるんだろうなという感じ。その家族内でのあるあるとか、友達内でのあるあるとか、コミュニティ内でのあるあるみたいなものが、積み重なってこう全部分かってて振りになってる時に、内輪の笑いが生まれるって、まあすごいこうエピソードとかでよくあると思うんですけど、そういうのってやっぱホームドラマの作り方として非常に、正しいと思うんですよね。で、今振りの段階だと思うんだけど、まあ家族の中でのてんやわんやとかもあるし、その家族が周りからどう見られるかっていうことに対してのてんやわんやとかも、あったりしてですね、まあ血の休まるところがないっていうのが家族エッセイが原作になっているのに、まあ10話の連続ドラマとしてできるなっていう、ところだと思いますね。でも脚本に、大久さんも入ってるんですけれども、一ノ瀬弘子さんというですね、現役の広告プランナーの方が、その広告の会社に所属したまま、脚本をですね10話参加するというふうにも、発表されていたりして、なんかそういうところにもこう作り手の、まあ、作り方の不尽みたいなものの新しさをちょっと、感じたりしますね。今は NHKBS プレミアムの放送なので、まあ無料で見る方法っていうのは多分ないと思うんですけれども、まあ、NHK オンデマンドに入ると、見られるんですが、これはね最近のNHK の通例を参考にするとですね、 BS で好評だったドラマっていうのは大抵地上波放送されるということが分かっている。で、ワンクールとか半クールとか、まあ大体ワンクールですかね、遅れて放送されるっていうことがあって、これはもうネットとかでの感想の熱量を、見る限りですね、ほぼ確なんじゃないかというくらい、再放送されそうだなという気がしますので、見る手段がないよという方はですね、焦らずに、見たいなというツイートとかをしているとですね、本当に再放送される可能性爆上がりすると思いますので、みんなでツイートしていきましょう。というわけで、私の勝手なベスト10でございました。先週までランキングに入れていたランマンはちょっと今週見る時間がなかったので入ってないだけで、シガテラはですね、この動画を、撮ってるタイミングで最新話がまだ放送されていないので、入れていないというだけでございます。そんな感じでなんか諸々の理由があって入れてないものとかもまあ、あるんですけれども、皆さんの感想もですね、ガンガンコメント欄に書いていただければと思います。以上、大島康幸でした。ありがとうございました。